こちらはワッフル屋さんです。私はこの店のワッフルが大好きです。そしてワッフルセットがおすすめです。セット内容はワッフルとフライドポテトと紅茶です。そうですか。じゃあ私はセットにします。ガイドさん、台湾はタピオカミルクティーが有名なので私も飲みたいです。タピオカの店に連れて行っていただけませんか？いいですよ。近くに有名な店があります。ついてきてください。こちらはドリンクスタンドです。こちらは私が一番好きなお店です。わあ、綺麗なお店ですね。タピオカミルクティーもフルーツティーもケーキも全部美味しそう。迷っちゃいますね。タピオカミルクティーは本当に美味しいと思います。私は毎回注文しています。じゃあ、タピオカにします。ゆうこさん、炭鉱大学はいかがですか？とても素晴らしい大学ですね。教室が綺麗だし、食べ物も美味しいし、人々も親切なので、炭鉱大学が大好きになりました。学生は幸せだと思いますよ。本日はありがとうございました。ぜひまた今度いらっしゃってください。